ったんですね。という曲でした。続いて花束に寄せてという曲をお楽しみいただきます。ではどうぞ。続いて家の周りという曲です。
声楽章家の鞠という曲です。4曲目は語るは歌うという曲です。ではどうぞ。Yeah.